2年前に20周年迎えて、その時ぐらいにちょうどこの放送というか、今回のアルバムにつながるここに行こうぜという再会がありまして、今回のサウンドプロデューサーの上田健二さんとかに、上田健二さんももともとデビューのすぐ後ぐらいからずっと何曲かやってもらってたんですけど、10年ぶりぐらいにちゃんとした形で再会して、でやろうぜという話になって、もともとは東京でその熊本自身のチャリティーライブが、熊本出身のミュージシャンも結構多いんですよね、すごく多くて、それで上田健二さん自体は北海道の人なんですけど、プロデュースしてるバンドが仲間のバンドに熊本の人とか多かったりとかして、レピッシュとかで、その人たちが出るライブに俺もまあサラもよく来てますし、浜本もたまに行ったりするし、でちょうどその現場にいて出るってことになって、で上田さんも出るっていう話だったので、連絡してどうせだったら一緒にやりませんかみたいな話をして、その時のライブで昔一緒に作った曲をやったんですよね。そしたら、お前歌いいなおいって話になって、で新曲聴かせろって言われて、新曲聴かしたら、お前これどうやって出す気だっつって、さっき言ったようにフラフラ出すと思いますみたいな話になって、話をしたら怒られてお前すげえいい曲だし歌も良くなってんだからちゃんと頑張んなきゃダメだよみたいな話になって、もう一回行くぞっていう話で、そこから始まったって感じですね。はい、今回ジャケットを撮影してくれてるのがかみさんなんですけど、フォトグラファーの藤子さんっていうやつなんですけど、その人もその時再会して、後にだから神さんになって娘も生まれるんですけど、生まれて娘の誕生日とうちのおかんの誕生日が発売日っていう、そうこれ偶然なんですけど、水曜日が流通の日でたまたまなんですけど、そうなんかだからいろんなことが重なり合って、で参加してくれてるミュージシャンもこの20年の間に出会ったし、みんな本当に出会った頃はただの飲み仲間だった人たちが今や一流のミュージシャンになっていて、で気持ちよく力を貸してくれて、ミュージシャンだけじゃなくてスタッフとかも昔の事務所の人たちだったりとか、本当にいろんな人たちが、佐賀の仲間もそうですし、力を貸してくれて出来上がってて、そうですね、すごい、その誕生日のお話とか聞くと、はい、ものすごいなんか運命的な、そうなんですよね、だからなんか結果そうなったというか、そうです、ご自身の中でもじゃあこう何ですかね、そういったご縁も含めて、はい、こう今までのアルバムとはちょっとこう思い出みたいな、そうですね、なんか責任感もあるし、なんていうか、で本当に楽曲としていいものができたので、それも含めてですね、やっぱさんと出会って子供が生まれたりとか、その仲間たちとの再会とかも含めてやっぱり曲に入ってきたの で、 そうです、ね、これはもう多くの人に聞いてもらわなければいけないということをもう一度思ったし、これだったら勝負したいなというかって思える作品が出来上がったという感じですね。その何ですかね、制作が決まって、はい、それからこう書き下ろされた曲っていうのもあるんですか？もうあります、あります、結構入ってますね、そのアルバムのためにというか、はい、そうですね、そうなんですね、はい、バイベビーっていうこの曲が始まって、このあたりは行列のハッピーエンドとか、はるかとか、夜明け前とかは、そうですね、あ、そうなんですね、はい、まあ、もちろん全部、うんうん、思い入れはあると思うんですが、こうしていきたい曲というのは、そうですね、基本的にでもバイバイベイビーまたさよならだが MV も一番最初に作って、ね、これは悲しい歌なんですけど、その悲しい歌なんですけど始まりの歌っていうか、今までの人にさよならしてもう一回始めていくというか、そのハッピーエンドに向かっていくというか、今がハッピーエンドなわけじゃないので、ここからその強烈なハッピーエンドというものを目指していく最初の、あとはそのフラフラしてた歌歌いがですね、再生していく物語です。あ、そこはもう重ねてあるわけですか？はい、そうですね、まあ、佐賀は、はい、結構いらしていただいていて、そうなんです、それこそ先ほどおっしゃってたその行政のこう、はい、お祭りだったり、はいはいはい、そうです、そういったところも含めて、はい、
本当に出身なんじゃないかと思って、はい、まあ佐賀でのこうライブも入ってはいことですけど、いるので、はい、5月27そうですね、無事でありますんで、でレコーディングメンバーで来ますんで、あ結構最高のライブになります。こう佐賀のお客さんに対してこう感じることって何かありますか？僕が初めて来た時、そのラグジーにものすごい人が集まって、200人近く集まってくれてて、集めてくれてて、初めて来たのに、しかもアコースティックだったんです、その時は弾き語りっていうか、まあ、弾き語りもありつつ、ピアノと2人で、稲川誠と2人で来たんですけど、フルバンドのものすごいロックコンサートみたいな盛り上がりになって、どうなってんだこれって言って。っていうイメージです。いまだに。大森洋平です。4月11日に、久しぶりの渾身のニューアルバム「強烈なハッピーエンド」をリリースしまして、5月27日の日曜日に、佐賀ラグジーでバンドで久々にワンマン、レコーディングメンバーで来ますんで、上田健二さん、皆川誠さん、野崎真介さん、その3人と、俺で4人でがっつりとやりますんで、ぜひとも遊びに来てください。よろしくです。